こんにちは、ジュニアです。今日は新宿からどこでしたっけ新大久保、新大久保に向かって歩いていきたいと思います。はい、今日は風強くて風がやばくて地毛が飛んでいきそうです。完全に抑えてますけど、じゃあこの東口をスタートします。はい、線路沿いですね。まあ、とりあえず線路沿いに行こうとはしてるんですけど、はい、今日はちょっと行きたい場所が2か所あって、はい、そこ経由で行こうかなと思います、はい、あの奥に行くと僕がいつもよく通ってるミステリーサーカスという謎解き施設があります。おー、それがその新宿ブレイズっていうライブハウスの近くですか。そう、歌舞伎町ですね。ただ歌舞伎町は線路沿いじゃないんで、はい、もう線路沿いをひたすら行きます。はい、そう、うわっ、何この不気味な絵確かに不気味です。猫、ライオンじゃないですか。馬、ゾウ、魚この壁画シリーズもだいぶこれ何、うわすごい大量だって。これすごくない？あ、すげえ、一個一個が違う絵だ。すごい、これ見て、隠れカニ本当だ、見て隠れ猫、本当だ、これ一個一個すごいですね。これすごい、これ大量。どういうこと？この船の絵になってる。どうやって作るのこれ？これが有名な大ガードですか？そうですね。で、これに新宿の全部の線路がここにあると思うんですけど。不思議な構図。そうですね。これ地球が真ん中にあって。地球が真ん中にあってビルが新宿を表してます。あ、そういうことなんですか。多分。東京タワー。東京タワー。そして風船。はい。そして飛行機。はい。そして数々の人で。人、いや、星じゃないですかね、これ。すごい。うわ、え、何あのゆるキャラたち。ゆるキャラ。すげえ。猫とウサギと、はい、キリンと、はい、数々の人手たち。いや、人手じゃない、推しです。お十字架もう恒例になってます。十字架なんてあった今まで？十字架なかったかもしれないですね。矢印とかですもんね。しかもこの結婚、結婚じゃないと思うんですけどね。ペンキっぽいですけどおや、変わった自販があるよ。あ、本当だ。あー、お、なんだこれ。本当だ。これ惜しい。これ、これはどうですか？いや、これはなんか見る。見る。まあ、これ、惜しいってどういうことですか？惜しい。これで、蓋付きのなら。あ、こういう感じの。うん。なんで缶なんだ。うわ、これは個人的に気になる。ああ、気になる。これも気になる。あ、でもカロリーオフ。これも気になる。全部じゃないですか。何これ？レモンスカッシュ。あ、これは気になる。なんか全体的に気になるな。これも気になる。なんか見たことないの多いですね。これも気になるし。それそれ、はい。で、これカーレッジくんじゃないの？って言うんですか？違う？わかんないです。臆病なカーレッジくん。ちょっとわかんないです。向こうにいたの。隣にもある。いや、そんな怖い感じ言わなくていいと思うんですけど。めっちゃ気になる、めっちゃ気になる気になりすぎる。甘そうっすけどね。いえ、なんで缶なのこれ。ミルクセーキは気にならないですか？まあ若干気になる、はい、これがなかったらめっちゃ気になってたけど、この2個があるために。黒糖ラテでもちょっと美味しそうかもしれないです。シーザーやん。シーサーじゃないですか。キレキレレモンも気になる気になりますね。カーレッジくんじゃないの？それ僕ちょっとわかんないです。
この辺にちょこちょこ見ますけど。何あれ、なんか古い不思議な絵だ。ちょっと見て、あのお医者さん首がない。怖っ。首あるんじゃないそれも。どういうこと？ちょっとめっちゃちっちゃいですけど。あのめっちゃちっちゃい顔。めっちゃちっちゃいの顔っす。え？で子供もお母さんもありますね。じゃ全部ありますわ。え？あの車椅子のやつ。まあ、ちっちゃ顔ちっちゃ。顔ちっちゃ。ちょ加工アプリやりすぎじゃない？なんかビジュアル系の宣伝トラックがある。あれはなんてバンドだろう。バンドじゃないんですあれは。ラグラグかな。違います。あれは。あれなんです、ポストなんです。バグラグではなかったです。バンドっぽいね。でもバンドっぽいですね。でも見てこのピカチュウ。ほんとだ。ピカチュウの割には置いてるのが普通だ。ピカチュウだけどこれは伊藤園でしょ。これ一昨日リズム隊リハで飲んだ。あ、飲みました。はい、スタジオの前にあった。パワー出ました。これ出た出たっすね。すげえな、この出て乗り切った、リズム隊リハ。珍しいです。あれこれあれやん。こないだ買った呪術廻戦の。あ、そうですね。ギリギリ言えてなかった気がします。え、これ、あれじゃない？こないだのやつだ。ほんとだ。こんないっぱいあったんだ。めちゃめちゃありますね。でも これしか残ってなかった。ああ。あそこ選べるパターンでしたね。だから、きっともう人気のやつからなくなってくるんで、これはもうランダムじゃないですか。自販機なの。これが板前さん。板取りです。板取り。板前さん。寿司屋じゃないですか。お？え？お？え？お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 ？これは何なんだろう。お？もうおしか言わなくなっちゃって。お？お？お、え、合流。合流ですね。そこに？わかんないです。これなんかメッセージ多分そう。業者の。はい。他もいつもお世話になって、ほんと僕と癒着している謎解き会社。自分で言ってるんですよ。よだかのレコードの2号店となります。あ、2号店なんですか？はい。1号店はちょっと徒歩10分ぐらいのもうちょっと。あ、そうなんですね。とことがあるんですけど、まあ、1号店が人気がありすぎて、はい、2号店も進出したという。はい。はい、ここが行きたかったとこ、1個目です。あ、よかったです。はい、じゃあ、これ多分今日は人いないんですかね、中にも。今日はいないです。あ、そうなんですね。1号店の方に事務所があって、はい、そこに基本人はいる。ああ、なるほど。さっきのよだかのレコードから、こう歩いてきたところに、はい、ここに、ここもともと、パンコントマテっていう、イタリアンがあったんですけど、はい、そこを今はあのローランド氏が買い取ってベラノッテというあここなんだお店に生まれ変わりました。あ、行ったことあるんですか？もう何回もです。パンコントマテの時代から謎解き帰りにはここに寄ってみたいな感じですね。でこれお店の名前変わったのちょっと前ですよね。そうです。 YouTube で見た気がします。はい、はい、見えてきました。はい。この建物がなんと、はい、オンエア大久保スタジオという。おお。スタジオですか、ここは。スタジオで、はい、レコーディングもできて、はい、リハーサルもできます。おお。なんか潰れたんじゃないの？いや、やってるんですよ。え？一回潰れたって聞いて。そうなんですよ。跡地に来たつもりだったんですか？はい。多分やってますね。てか、なんかちょっと綺麗になってません？そうですね。いや僕も確かにちょっとコロナのこの時代で潰れてしまったっていうのを聞いたんですけど、やってるっぽいんですよ。やってますね。はい、車も止まってるんで、だんだんちょっと綺麗に改装してる気がする。はい、急にちょっと休んでただけかな。なのかもしれないですね。この性病科の看板が目印です。はい大体これを目指して来てま す、ね、いつも。確かに分かりやすいですこれは、はい、ちなみにあの看板は暗くなるとネオンが光ってめっちゃ綺麗になります。目立つんですか？目立ちます。ジェイダ君もここ来たことありますか？はい、あ、全然ありますよ。何回もマネージャーになってから。マネージャーになってからも多分あると思いますよ。ローディーの時ももちろん。ローディーの時もあった気しますけどね。
で実はインディーズの時に、はい、ビハインド・ザ・マスクっていうオムニバスアルバムがあって、はい、そこでアッシュっていう曲を撮ったんですけど、はいはい、まあ、そのアッシュはここでレコーディングされてます。ここで撮ったんですね、はい、ドラムとか全部ですか？全部ここで撮りました、1日で確か。あ、もう全てを1日で撮り終えて、はい、その時のエンジニアさんに、はい、そのドラムレコーディング終わった後に、はい、君結構叩けるからいろんな仕事した方がいいんじゃないのって言われて、おお、それまで僕自分のドラムボロクソに言われたことしかなかったんでそこで初めて褒められてよしドラム頑張ろうって思いましたあ、じゃあその人がいなかったら辞めてるかもしれない。もう辞めてます、ね、辞めてるんですね。アッシュちょっとフレーズ難しいじゃないですか。難しいし変拍子だし、はい、ですよね、はい、だからっていうのもあるかもしれないですね。そうですね、だから思い出のスタジオです。おで、これは今線路沿いを歩いてると思わせといて、はい、山手線ではありません、はい、違うんです、これ中央線なんです、はい、もう大久保駅なんですよね、これがもう。で、まあ、大久保と新大久保はもう結構近いんですよね。そうですね、はい、大阪と新大阪より近いです。全然近いです。それちょっと遠いですね、普通に横浜と新横浜よりも近いですね。それちょっと分かんないですそれも結構遠いんですよ実は。じゃあ新宿と塾は新宿と塾はないです。塾はまああるのかもしれないけどちょっと分かんないです。あ、はい、ついに大久保駅に着きました。大久保駅じゃないです、まだ違う、新大久保です。まだです。今の今まで話してて、ね、でここが大久保駅でもう見えますね。もう見えますね、あの山手線の線路が、はい、代々木から新宿ぐらい近いですそうですかね。あ、近かったですね。一番近いと思うんだけどな。なんかこの辺にスイーツ買いに来た覚えがあるんだけど、スイーツですか？そう、スイーツ、はい、YouTube で5つぐらい買ったんだけど。え、YouTube でですか？はい、で見てないの？え、見てないです。にわかじゃん。モグリですか？チャンネル登録してよ。チャンネル登録何かしらでしてますよ多分。なんかワッフル買いに来たんだけど。どっか忘れちゃった。それちょっと僕覚えてないです。え？あんなとこドンキホーテあったんだ。ドンキホーテありますよね。え？いつから？ちょっと前からです。詳しいのさ一時期あのよく通ったんで、ね、はい、はい、ついに新大久保駅に到着しました。はい、着きました。今日はバッチリじゃないですか、取れ高。線路沿いは通ってないですけど、はい、取れ高はバッチリです、はい、全然いいんじゃないですかね、たまには、はい、これを大久保駅から5分ぐらいですね、もう今度歩いて。え、3分ぐらいじゃない？いや、まあそうですね、早歩きだったら3分ぐらいで行けちゃう距離ですけど。じゃあ新宿からは今日は何分ぐらいですか？40分ぐらいですね、多分40分ぐらい。まあいろいろ寄り道したんで、はい、まあ、スムーズに一直線で行くと10分ぐらいで着きますか、はい、10分、いや10分はつかないかもしれないですけど、まあまあ全然すぐ着きます、はい、まあ近いですね。いや今日珍しく寄り道いっぱいしましたから、ね、はい、取れ高も完璧ですね、はいはい、というわけで次回は新大久保からお送りします。さよなら。